はい、皆様こんにちはでございます。ということで今回は、前回当たった五部丈太郎についてちょっと詳しく見ていこうというところで、私目線なのでちょっと抜けているところとか、なんか説明不足なところもあるとは思いますが、申し訳ございませんということを先に謝っておきながら、解説をしていこうかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。ということで、ステータスから見ていきましょうか。五部丈太郎なんですけども、このステータス、まあ、HP37,400、アタック31,300、ディフェンス29,600といったところで、これ多分ですね、星6の丈太郎の中では一番ステータスが高いんではないかなと思いますので、ちょっと比較してみていきましょうか。例えば3部なんですけども、24,504、25,800、28,008といって、3部はもう全然、もう比べ物にならないぐらいステータスが、5部の方が高いですね。でさらに4部見ていきましょう。29,670、23,625、19,440、さらにおこたろうに関しても31,338、38,25、24,426といったところでね、まあステータス的に見れば丈太郎は一番五部がステータス高いんじゃないかなと思います。そして、クリティカルパラメーターといって、まあ、命中だったりスピードの速さとかいろいろあるんですけども、これもですね、比べてみると全部、この丈太郎が高いと思います。他のちょっとざっくり口頭で説明するんですけども、3部の場合だとスピードが95、回避が20、命中が100、クリティカル1。4部の場合だとスピードが100、回避20、命中100、クリティカル5といって、まあクリティカルパラメーターに関してもこの3部あごめんなさい5部の丈太郎が一番高いような気がしますので、まあ普通に使っても本当にステータスも高いので強いんじゃないかなと思います。はい、まあ知略キャラっていうところもあるんで、まあ使い方はちょっと難しいのかなとは思いますが、はい。で今回そのなんだっけ、ピックアップで出てるから、じゃあこれが今の、イベントですごく活躍するかって言ったらちょっと違ってですね、やっぱナランジャの方が、今回はそのタウンイベントとしては本当使いやすいキャラクターになってると思うんで、まあ丈太郎に関して、この五部丈太郎に関しては前回の知略の時、あの風悟いつのだっけ前回のタウンイベントだとすごく使いやすかったかなと思いますが、まあまあ使えないことはないかなと思います。攻撃力もともと高いんでね、はい。そして、詳しいところでもう一個見ていくとですね、まあ、どういう感じかっていうリーダービリティとか見ていきましょうか。チームの、同スタチュータイプ×アタック6、でアビリティがチーム同スタチュータイプ×有機タイプに与えるダメージが6という6バーアップということで、まあ、全部知略で組むとめちゃめちゃ強くなっていくよっていうところなんですけども、有機が、まあ、有機属性のイベントがちょっと今ないのでまあ、あんまりここ今日、なんだよ、今回のイベントでリーダーにするっていうのはあんま向いてないかなと思います。どちらかというとまだディオとかの方が気楽に与えるダメージが 10.4 とかなので、まあ、どちらかといえば、まあ、今はディオの方がいいのかなと思いますね。はい、では戦闘の方に画面を切り替えてですね、まあ、前回当てたマインド、まあ、全部当てれなかったんですけども、持っているマインドでどういう感じかっていうのを伝えれたらなと思いますので、画面切り替えていきましょう。時を止まれ。はい、ということで戦闘画面に切り替わりましたので、まあどういう感じで丈太郎が使えるのかっていうところを、まあ解説できたらなと思っております。よろしくお願いします。ということでまずは、スタンダードな通常攻撃から見ていきましょうか。通常攻撃が DR92、 敵単体の通常攻撃を行うということで、ダンダンダンバーンって書いてありますが、まあまあ強いですね。通常攻撃って92っていうのはどれぐらい強いの？でも89ですからディオでも強いんじゃないかなと思っております。はい、そして、順番で言えば次のスキルの話になるんですが、ちょっと今回この青いスキルは後でご説明させていただきます。ということで次に、こっち説明させていただきますね。奇妙な仕事ということなんですけども、これが全体性ダウン小が2ターン続くということで、防御力が下がるということでいいのかなと思いますので、はい、光一くんが出てきますので皆さんご注目ください。もしもし、何っていう。かっこいい、光一くんかっこいい。はい、ということで、まあ、詳しく見ていくとですね、
まあ、特に話すことはないかも。今の高知くんは、まあ、全体性が下がってっていうところかな。で、まあ、DR も150だったかな。150ということで、まあ、敵単体ということですね。次見ていきましょう。これがもっと趣味が悪くなるんだからなという、ガチャで出てくる限定マインドですね。ゴブ専用マインドになっております。もう一個あるんですよ。したたかな野郎だぜっていうスキルマインドがあるんですけども、そちらの方ちょっと手に入らなかったんで口頭だけお説明させてください。 DR が151でライフルを飛ばす遠距離攻撃ということで、まあ、タクティカルモードで遠距離もクソもねえなとは思ったんですけども、はい、これが手に入らなかったマインドで、ね、今度また挑戦したいなと思っております。はい、そしてもう一個のこのもっと趣味が悪くなるんだからなをちょっと使っていこうかなと思います。このままぶち壊さず、どこどこどこドカーン、もう強い。これが DR160 でクリティカルがプラス1となっております。いや強いですね。まあ、今回のイベントではその知略キャラがすごく出てくるのであんまり使いはしないんですけども、まあ普通に使っても攻撃力が高いというところがすごくいいんではないかなと思っております。そしてこれ次結構硬いやつだなという、DR が171めちゃめちゃ高いですね。そして、クリティカルプラス2ということで使っていきましょう。ムービー流れます。かっこいい、かっこいいね。かっこいい、ドヤン。はい強い、はい強い、生きてたわ。DR171 ってめちゃめちゃ火力あるっすよね。すごい強いと思う。そしてですね、お待ちかねのもう一個のこの特徴的なスキルなんですけども、ちょっと待ってください。キャラ変えますんで、ギオさんでいきましょう。これがですね、無敵のスタープラチナっていう技、まあ時止めを一旦だけするっていうことなんですけども、これが、例えば敵がやってきてもいいんですけども、自分が他のキャラクターで時を止めても介入できるというところをちょっとお見せしたいなと思います。今回用意したのがディオンのこの時を止めるザ・ワールド、これが3ターン歩と時が止めれますので、ザ・ワールドをすれば、まあ、ディオンは3ターン攻撃ができるんですが、ちょっと使ってみましょうか。ザ・ワールド、これを使ってですね、ジョータローの方にこの青いスキルが使えますよというのが出ますので、こちらを使っていきましょう。これが無敵のスタープラチナ、はい、使っていきます。はい、このターンの間、ディオの時の中にジョータローも入っちゃいます。で、技が使えるという、まあ、1ターンなんで、次にまたディオが3ターンほど時を止めた中で攻撃ができるというめちゃめちゃ強い、まあそうですよね、まあ普通に1ターン使ってもいいですし、こうディオと組み合わせて使っても面白いキャラクターじゃないかな。リオとかジョータロも時止めれますよね。4部確か止めれたと思うんですけど、その中に、あ、一緒にできるんだっけ3部4部、あ、ちょっと忘れたけど、まあその時を止めてるキャラクターと一緒に組ましてやるのもいいんではないかなと思っております。お、3部ジョータロが来たので、ちょっとボッコボコにしてやろうかなと。このままぶち壊さすドカーンって、めっちゃ強いよね。ここはもう普通に攻撃していいような気もしますけど、まあどうでしょうか。まあ、全部のねスキルがお見せすることはできなかったんですけども、すごく、まあ攻撃力も高く、そして耐性も下げれるという、まあ、ちょっとねタクティカルなんで全体攻撃があったらちょっと嬉しいかなとは思ったんですけど、全部のスキルが、単体攻撃のみだったので、まあ、そこら辺はちょっと残念かなと思いますが、であともうちょっと原作の話をしていくと、まあ、このゴブ太郎って言ってる割にはですね、4部の話4部色が強いキャラクターじゃないかなと思います。あの今回のその専用マインドなんですけども、これは4部のお話なんですよね。ゴブ専用のマインドって言ってる割には4部のお話だから、ちょっともったいないような気がするんですよね。これ4部のキャラでも使えるのかな。使えたらいいと思うんですけど、5部のお話じゃないんで、なんかそこら辺はちょっとなんか辻褄が合わないような気がするんですけども、まあ、そこら辺はどうなのかなっていうと、そこら辺だけかな。あとは普通に強いですし、使ってて面白いですからね。時を止めて入ってくるっていうのも面白いし、一旦だけっていうのもまたいいですよね。
まあ、さっきも言った通りこのイベントではあまり、まあ、ナランチャの方が適正にはなっているんですが、もう前回のねタウンイベントは確か勇気属性がたくさん出てきたと思うので、そこでだったらすごく活躍したキャラクターではないかなと思います。なんでまあこれを見てね、あ、やっぱり欲しいかもと思った方はぜひぜひ近くのコンビニエンスストア、またクレジットカード等を使ってですね、魔法のカードなり何々を買って、また回すのもありではないかなと私は思います。まあ、今回のイベントに関してだったらちょっといらないかなと思うけど、後々っていうか他のこのイベントでも使えないことはないんです。なんで今そのキャラ不足とかいうので、ジョータロウが好きっていうのであれば全然引いてもいいんではないかなと私は思います。まあこのキャラじゃなきゃダメっていうことはないんですけどね。やっぱ五分キャラクターがやっぱりこのタクティカルで出てきてすごく使えるようになっているので、まあ、一応タクティカル専用キャラクターではあるんですが、まあいかがだったでしょうかというところですね。まあ今回はちょっと魅力が私のね中途半端な説明だとね伝わらなかったかもしれませんが、まあこんな感じでいかがだったでしょうか。なんて欲しいな。はい、ということで、まあ、タウンイベントまだまだ続いておりますが、私もちょっとね今積んでおるんでいろいろ試行錯誤しつつまた頑張っていこうかなと思っております。はい、この動画がためになったって方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。そして今たくさんのコメントをいただいております。全部読ませていただいてるんですけども、まだちょっと最近始めたばっかりで何のマインドがいいっていうコメントとか、どういうのをつければいいですかっていうのもあるので、そこら辺はまたまとめて撮ろうと思いますので、他にわからないこととか、まあウリさんに解説してほしいな、この中途半端な解説でもいいなっていう方はぜひぜひコメントの方にわからないことが書いてあれば書いていただけたらなと思います。それでまとめてね動画をまた作ろうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイナラ。